みその座は愛知県名古屋市中草会にある劇場、または同劇場を管理する企業、名古屋証券取引所第二部単独上上名柄である。運営会社の株式会社みその座は1896年に名古屋劇場株式会社として設立。劇場は2013年3月に一段閉館。建て替え後の2018年4月に、 コケラ落とし公演が行われる。味噌の座会館内の駐車場、味噌の座パーキングの運営や賃貸オフィスといった不動産事業を行っている。なお、瀬戸市で運営していた老人ホーム、味噌のピアは2013年8月に子会社である味噌のピア株式会社の株式譲渡により撤退。同じく子会社で劇場内における工業専用機器のリースを行っていた 味噌の事業株式会社は2014年9月に生産されている。開業当時の味噌の座味噌の座会館2017年12月に完成したグランドメゾン味噌の座タワー1895年名古屋の在界有志により名古屋劇場株式会社が創立され長谷川多平が初代社長に着任した。長谷川は東京や京都などの劇場を回り東京、 明治座を手本とする劇場を建設。翌1896年6月19日、初代市川佐団寺一座のお年で開場した。1935年に新しい劇場が完成した。名古屋大空襲で全焼し、1947年に再建。しかし1961年の火災で再び消失。再建後、味噌の座会館となり、 ボーリング場やビリヤード場を併設、司会には演劇に関する資料、書籍を所蔵する味噌の座演劇図書館を設置した。2011年8月、不況による5年連続赤字のために、現在地で味噌の座会館を建て替えると新聞発表され、2012年10月24日に具体的な建て替え計画を発表した。新しい建物は現在と同じ場所に立ち、 高さ約170メートル、地上45階、地下2階。低層階に、劇場や店舗、中高層階は分譲マンションになる。2013年1月、同年2月1日より、全社員の4割弱に相当する20人を目途に、希望退職者を募集すると発表。また、同月14日、指摘整理の手法である、事業再生エリアル手続きの利用を申請。 2012年末時点でごく5億5300万円の債務超過に陥っていることが報道された。劇場は2015年3月で閉館。事業再生 ADR 手続きでは、味噌の座の土地、建物を積水ハウスに売却して38億円の借入金を返済し、味噌の座の地元企業に融資を募り、劇場ビルを建て替え、2018年の劇場会場を目指すことになった。 2013年4月26日事業再生 ADR 手続き成立、再建者会議で、三菱東京 UFJ 銀行など8金融機関が、再建計画案に同意。2013年5月1日、再開発共同事業者の積水ハウスに、味噌の座の土地、建物を60億円で売却する契約を交わす。即日、味噌の座の借金38億円完済。 2013年5月15日、2014年3月末まで、名古屋証券取引所に上場廃止猶予延長。2013年6月10日、味噌の座から4月下旬に要請されていた出資について、民間企業に公金を直接支出するのは困難だが、新ビルの敷地内に一般開放する空地を確保するなど、一定の条件を満たせば、 国と県と市が関連費用を補助できる制度を活用する方向で、みその座側と協議を続けると記者会見で明らかにした。2013年8月15日、名古屋在百185の企業、団体、個人から出資約33億4千万円、三菱東京 UFJ 銀行から融資約6千万円の計34億円の目標額を達成し、債務超過を解消。 名古屋証券取引所の上場廃止を回避。愛知県名古屋市は建て替えの補助金で、松竹、東方、中日新聞は公園の協力で、味その座を支援。土地、建物はすでに積水ハウスに売却しているが、新ビル完成後に劇場部分を買い戻す予定。新ビルの計画は、地上41階、地下1階、高さ150メートル、一階に、店舗、 二階から四階に劇場、五階から最上階に分譲マンションを供給、2017年末に完成させる。建て替え期間中は名古屋市民会館や中日劇場を借りて、年五ヶ月間の公演を続ける予定。前の入り口上に招き上げを掲げる。10月5日から10月27日まで顔見せ、2015年3月31日に新ビルの着工が始まった。 みその座と商業施設304世帯の分譲マンションとして建築家の熊健吾が監修したデザインの建築でグランドメゾンみその座タワーとなる。2018年4月1日劇場演劇図書館再会場演劇図書館はグランドメゾンみその座タワー2階入場無料広さは約40平方メートル2018年度の当面 公演日は毎日開館、貸し出しはしない。開館日は、味噌の座主催の公演期間中、午前10時午後4時、不定休。建て替え前の劇場は1656席であった。2018年4月1日開業後は1299席、花道設置時1219席、オケピット設置時1131席。椅子のもに、個別の空調を設け、 座席での飲食を可能とした。ドリンクホルダーを各席に設置。1階最後部3列は、舞台が見づらかったので座席の同色のクッションを、式座高を、後ろから8センチ、4センチ、2センチ上げ、見やすくした。影ろを。2匹が向き合う形当日券の3幕目公演までに。チケット完売の場合は購入できないが、歌舞伎の見取り狂言や、 歌手の座長公演の歌謡賞だけが見られ、歌舞伎座の一幕見席と違って、一回席から三回席まで空席さえあれば、どの席でも割引料金で観覧できたので、1日がかりの観覧は無理だが、一幕のみの観覧は可能、仕事帰りの観覧は可能、歌謡賞のみ見たい等の要求に応えることができた。2018年10月から演目の一部を格安で見られる。 一幕見席を試験的に導入。2018年再開の舞台は大ゼリが2機になり、本水の使用ができ、宙乗りも稼働上ではなく、客席を対角線上に飛び客の頭上を演者が舞う。劇場内の売店、ドリンクコーナー桜で購入することができる、アイス最中が有名で、購入するために行列ができるほどである。別の場所にある売店、 オリジナルショップひまわりではお持ち帰り専用に、梱包されているアイス最中が購入できる。2018年4月会場の劇場の女子トイレ数は52になり、一方通行で利便性が向上。字幕ガイドを導入し、聴覚障害者へのガイドや、歌舞伎やオペラの解説、英語版などの文字で見られるサービス開始。2018年5月客の要望によりロッカー設置。 客のアンケートを投書する、目安箱設置。一回切符売り場の営業日は、年末年始を除く毎日午前10時午後6時。本劇場での興行の成功を記念するイベントとして、出演する役者の船乗り込みが、厚田区の白鳥公園三橋で行われる。そして、堀川を北上し、劇場近くを通る広小路通りのナ谷橋桟三橋より、上陸する。ありがとうございます。